内臓に寄生虫がいるんで、ドカッと盛るとちょっと田舎っぽい感じになるんで。今日はこれです。生のホタルイカですね。まあ、ボウルに水張って用意してあげて、でこの硬いところ外していきますって感じですね。これね、でね、まあ目玉ね、目玉硬いんで目玉外してあげて、こんな感じで、あとここに口があるんで口もねこう取ってあげて、で最後ね、ここにね軟骨入ってるんですよ。これね気にせず食べれるって人もいるし、まあ食感が気になるんで取るっていう人もいるしって感じですね。結構ね途中でブチッと切れちゃったりするんで、そしたら上から抜いてあげる感じですね。これねこういう感じ、まあこの作業を繰り返していくんですけど、ホタルイカってね寄生虫がいるから生食しない方がいいって言われてるんですよ。だから刺身で食べない方がいいってね。食べるんだったらこの内臓に寄生虫がいるんで内臓外してくださいなんて言われてるんですけど、ただねこれね生で食べるとうまいんですよ。これね生で食べるにはどうしたらいいかっていうと、一旦冷凍するんですよ。で冷凍庫入れて、まあ24時間以上置けばこう寄生虫が、まあ、低温でね死ぬんで、ちょっとあんまり確かなこと言えないんで、ちょっと、まあ、心配な方はね3日とか4日とか冷凍してください。で冷凍してあげると、まあ、寄生虫死んでこの刺身で食べられますよっていう感じですね。でまあその刺身で食べるときにそのまま食べちゃってもいいんですけど、この目とね口とねこの骨が口に当たるんで、こうして処理してくださいって感じですね。そう、まあねなんかね一応寄生虫はいるとは言われてるんですけど、法律では禁止されてないらしいんですよね。普通に市場なんかでも、まあ、流通するっていうのが現状らしいですよ。骨が外れたら刺身はねわさびで食べてもいいんですけど、ここはねホタルイカはね生姜が合うと思うんで、ちょっと今回生姜でご用意しますね。はい、そうしたら生姜ね、これ生姜、まあ皮ね人によってはスプーンで剥くし、僕なんかはまあ結構ね包丁で厚めに剥いちゃいますね。まあ、なんかその方がね形が整って、まあこうやってね薄く削いで、で千切りにして添えてあげるって感じですかね。イカはわさびも生姜も合うんですけど、僕はねどっちかっていうと生姜が好きですかね。イカ全般ね、まあこう薄く削いで、まあ、細く切ってあげると、まあ、ホタルイカだいたいね2月から4月いっぱいぐらいですかねもあるんですけど、まあ、ほとんどが富山産、まあ、なんか富山がね、まあ、量多分いるはいるんですよ。どこにでもいるにはいるんですけど、量として採算が成り立つ場所が、まあ、あんまりないっていう感じで、だからまあ富山とかはね名産なんでしょうね。でね、まあ盛り付けね緑使ってもいいし、まあイカ自体が結構透き通るような色してるじゃないですか。なんでこうねガラス器とかなんかに持ってあげると、僕はね綺麗な感じしますかね。あとねなんかあんまりなんていうのドカッと盛るとちょっと田舎っぽい感じになるんで、あんまりね数は盛らない方が綺麗に見えるかななんてね思ったりしますかね。でまあ、足とかはみ出てるとねちょっとねうまいことしまってあげて、最後生姜でも添えてあげればなんかね涼しげな春っぽい感じでいいのかななんて思いますけどね。はい、これであとお醤油つけて食べてください。ホタルイカのお刺身完成です。